勝木和也は、福岡県音楽郡水巻町出身のプロ野球選手、宇藤左田。読売ジャイアンツ所属。コロマツ小学校1年生の時に、兄の影響で野球を始め、当時は投手。5年時にはコロマツファイターズから、イノクマベアーズへ入団主力として、活躍。6年時には、福岡ソフトバンクホークスジュニアでもプレーした。水巻中学校時代は、 八幡中央ボーイズに所属3年時には世界大会に出場した。大阪桐蔭高校入学後は野手2000年1年時からベンチ入りし2年時の春の選抜大会後にレギュラーを獲得した。夏の第95回選手権大会では全3試合に5番または6番2類種で先発出場、計11打数5安打1打点打率。 455の成績だった。副首相として迎えた3年次の夏の第96回選手権大会では、全6試合に3番、3塁手で、先発出場27打数12安打10打点1、本塁打、打率444の成績で、チームの優勝に貢献した。9月1日から6日まで、アジア野球連盟の主催で、 タイのバンコクで行われた第10回18ユーアジア野球選手権大会では日本代表メンバーに選ばれ前後試合に5番3塁手で先発出場し準優勝に貢献したこの時のクリーンナップは3番岸田光林4番岡本和までいずれも後に巨人でチームメイトとなった野球部には二学年先輩に藤波慎太郎沢田啓介 一学年先輩に森友かな同期に聖髄優や一学年後輩に青柳スバルジュプロでもチームメイトとなる福田光輝がいる高校通算30本類だ2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから5巡目、指名を受け契約金3000万円年俸500万円で合意し入団 背番号は57に決まった。チームには同性の勝木義人がいたため、セネームが、K、勝木・スコアボード表記が、勝木はじめとなった。なお、義人の対談後もセネームとスコアボード表記は、そのままであった。2015年3月7日に、チームの新人お披露目イベントに出席、その後行われたオープン戦、対福岡ソフトバンクホークス戦に、ベンチ入り。 7回裏に、代打で出場し、結果は死休だった。これが、チームの本拠地、QVC マリンフィールドでの初出場だった。6月29日に行われた、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜では、NPB 選抜に選出され、8回に、代打で出場し、左翼州への飛球で凡退した。2軍では93試合に出場し、打率。 227、3本類が22打点を記録した。2016年、イースタンリーグではリーグ2位の安打数、同4位となる打率を記録。同年9月26日に初めて出場選手登録され、同日の対ソフトバンク戦に9番、3類種でプロ初出場、初先発出場し、3回裏に迎えた初打席で初安打を放った。 一軍では2試合出場で6打数1安打3、三振に終わったものの、二軍では112試合に出場し、打率281、6本塁打、52打点を記録した。2017年は19試合に出場し、打率195に打点を記録。2018年6月より外野の守備にも挑戦し、7月9日の東京ヤクルト戦では左翼で、 先発出場すると、18日の読売ジャイアンツ戦では5回西二塁で、マスダ大輝のレフト前ヒットを本塁へ返球し、辻アズマリンを本塁上でタッチアウトにし、外野手として初補殺を記録した。ルーキーシーズン以来となる一軍出場なしに終わった。2019年7月3日のオリックス戦でプロ初本塁打となる3ランを記録。シーズン通算では、 自己最多となる26試合に出場し、打率、152、1本類打、3打点を記録した。オフに、50万円増の推定年俸650万円で、契約を公開した。2020年、2軍では43試合に出場し、打率、286、5本類打、27打点を記録していたが、1軍登録はされずにいた。2020年9月7日、 沢村拓一とのトレードで読売ジャイアンツへ移籍。実績のみならず、推定年俸に約1億4750万円もの開きがある格差トレードとして話題になった。背番号は68となった。9月25日の中日戦に代打として移籍後初出場。最終的に一軍では8試合出場、9打数0安打でシーズンを終えた。移籍以降、 に軍では20試合出場、打率、406本塁打、21打点を記録。オフに、50万円増の推定年俸700万円で、契約を公開し、背番号が66に変更されることが発表された。2021年、4月6日の阪神戦で、西祐貴から遺跡後初本塁打を放つと、22日の同カードでは、本拠地での自身初本塁打を放ち、 初めて、お立ち台に上がった。4月度はたびたび5番、1塁で、先発起用されるなど15試合に出場し、打率、286、3本塁打、オプス1.004の成績を上げていたが、26日に、出場選手登録を抹消された。5月11日に再度一軍に合流。5月16日、5回裏に、 トネチアキの代打として出場すると、6回表からは、プロイリアと初の二類種としてプレーした。高校時代、一年先輩の森友也の打撃フォームを参考にしていた。ロッテ入団時、高校時代に、同じ大阪桐蔭出身の中村豪也に似ていると、言われたことがあるというエピソードと、ロッテのお菓子、コアラのマーチのキャラクターにちなんで、 おかわりコアラという愛称を球団職員に付けられた。なお、自身も白米好きで退職感。ありがとうございます。